大原重徳は、江戸時代後期から明治期にかけての苦行。県中納言、大原重院の逸尾。官位は、十二位、県中納言、造成二位。大原重徳の墓、共和元年計にて誕生。文化六年に、広角天皇の児童となり、文化十二年に宮中に上り、公明天皇に徴用される。安政五年には、日米修好通商条約の調印のための直京。 求めて、老中、堀田正俊が上落すると、岩倉智美らと反対して謹慎させられる。文久2年、薩摩藩の島津久光が藩兵を率いて、検索のために上落すると、赦面された重徳は、岩倉の推薦で直視として、薩摩藩兵に警備されて、江戸へ赴いた。江戸では、薩摩の軍事的圧力を背景に、上位の結構や、 一橋義信を将軍後見職、全福井藩主、松平春学を、政治総裁職に任命することと両名の、学生参加を、老中の板倉勝清や脇坂安成らに迫り、これを飲ませた。京都に戻ると、国事御用係などを務める。翌年には同じく朝廷に検索していた長州藩の、薩摩藩を批判する内容の直書を改ざんすると罪を、問われて辞職する。 現時元年に謝面され、慶応二年には、新幕派の中川の宮や二条成行らの追放を、心見るが失敗して誘問させられる。後に許されて、明治元年には、十二位、県中納言に進み、三与、を、議定など新政府の役職を務め、明治十二年に皇居、去年七十九、同年四月三日、造成二位。日付は、明治三年期日までは旧暦。 ありがとうございます。